皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は紙物の購入品を紹介していきたいと思います。紙物以外の購入品も紹介するんですけど、まあ主に紙物ということで今回紹介していこうと思います。まずサンリオで買った紙物から紹介します。前から販売されてたんですけど買っていなかったものですね。まあ前からって言ってもすごい前ではないんですけど、まあ割と新しめなんですけど、こちらのレターセットです。こちらがボンボンリボンちゃんのデザインで、こんな感じのものですね。それからマイメロちゃんです。マイメロちゃんもねとっても可愛いですよね。このケースも可愛いんですよ。それからキキララちゃんです。シナモンくんとかキティちゃんとかもあったんですけど、私はこの3つにしました。1つ400円になります。はい、それからこちらになりますね。このメモを購入してきました。他にもこのシリーズポーチとかも出てるんですけど、このねチケットメモみたいな感じで、ここに点線が入っていて切り取れることができるメモです。こういうチケットケースみたいな感じのクリアファイルみたいなものがついてるので、ライブ行く時のチケットとかも入れて使うこともできるかなと思います。こちらはねチケットメモ遊園地というもので650円で、ちょっとお値段は高いんですけれども、とても可愛くて前から気になっていたので買ってきました。はい、それからこちらになります。こちらのメモなんですけれども、ポップアップカードっていうもので、仕組みがすごいししっかりね作られているものなので、まあ、結構お値段するんですけど、こんな感じでこれはこう開くみたいですね。マイメロちゃん2つとこちらこういう感じになるみたいです。わかりにくいかと思うんですけれども、はい、こちら買ってきました。はい、それから雑貨屋さんで買ったものを紹介します。こちらのレターセットになります。こちらはキャンディーの柄でとっても可愛くて、4種類のデザインが入っています。こんな感じでめちゃくちゃ可愛くないですか。全部キャンディーなんですけど、パステルカラーのデザインがすごい可愛いなって思ったので買ってきました。この封筒は中の柄まで可愛いので、封筒を開けた時もすごい可愛い感じで開かさるんですけど、とっても可愛いなと思ってこちら買ってきました。こちらもね420円プラス税で、マインドウェーブさんのものですね。それからもう一種類、こんなね可愛いアイスのシリーズですね。これはクーリアさんのものなんですけど、420円プラス税ということでアイスの柄、こっちはトレペ素材のものなので透けててすごく可愛いなと思います。これも買ってました。こちらこれね最近よく流行ってる感じのピンクの電話なんですけど、エディーズアイスクリームのお店だったりとかにもあるこういうやつですね。結構今インスタ映えスポットとかで結構流行ってるんですけど、そのメモとかレターセットとか売ってると思うんですけど、レターセを買ってきました。さっきの420円だったんですけど、こっち400円プラス税みたいですね。枚数はそれぞれちょっと違うかなって思うんですけど、結構少なめなんですけど可愛かったので買ってきました。それからシールも買ったんですけど、クーリアさんのものでこちらです。前から気になってたもので、今回はミラネージュってシリーズなんですけど、いつもねこのシリーズすごい好きで、トレペ素材だし可愛いのでこちら買ってきました。この柄すごい可愛くて、またこの電話なんですけど、やっぱこれ流行ってますよね。これは280円プラス税ですね。まあ、シールって結構値段するんですけど可愛いので買っちゃいますね。これはお菓子です。すごいなんかギャラクシーな色ですよね。とても可愛いです。それから紙物ではないんですけど、この缶バッジが売っていてすごい可愛いなって思ったので買ってきました。いちごミルクの柄がすごく好きなので、250円プラス税で、あんまシールと値段変わんないんですけど可愛くて買ってきました。はい、それからねサンリオで買ったものをね、まさかの紹介し忘れてたんですけどすいません。これも買ってました。申し訳ないです。こちらのキキララちゃんとマイメロちゃんのミニレターセットを買ってきました。これは前から出てるシリーズなんですけど、ハピネスガールシリーズの2回目に発売された時のものだと思うんですけど、マイメロちゃんとキキララちゃん買ってきました。マイメロちゃんはコスメとかの柄で、キキララちゃんは帽子かぶってたりとかする感じの柄なんですけど、両方ともとても可愛くて、こちら1つ350円ですね。はい、それから竹井美希さんのものを購入したのでご紹介します。と竹井美希さんのものはネットの方で購入したんですけど、クローズピンさんから頼んで購入しました。とまずこちらのメモになります。こちらクマの柄なんですけど、めちゃくちゃ可愛くてこんな感じの柄になっています。すごい可愛いですよね。それからこれがイルカですね。イルカはこんな感じ、ドルフィンって書いてるんですけど、こんな感じ。マステはね全部この柄とか持ったりしてるんですけど、メモもね出たということ
ことですぐ買いましたね。でこちらがコスメとかの柄です。でこちらがパンの柄ですね。でこちらバレエの柄ですね。次こちらがシンデレラの柄です。すごい可愛いですよね。全部開けて紹介していきたいと思います。はい、まずこちらがクマの柄になります。一枚一枚しっかりとした質なのでいいなと思いました。まずこんな感じの柄、めっちゃ可愛いですよね。この柄とこの柄とこの柄、可愛いと、こんな感じです。全部すごい可愛いです。こちら1冊380円プラス税ですね。でこちらドルフィンはこんな感じです。全部すごい可愛い。それからこちらコスメの柄とか、これすごい可愛いですよね。これ後ろに描いたりするのにいいのかな、多分。これとこれとこれとこれ、それからこちらパン、これめっちゃ可愛いんですよ。いやー、いちごサンド好きにはたまらない。いやー、可愛い、可愛すぎる、本当に可愛い。こんな感じと、とこちらですね。こちらのバレエの柄とこちら、それからこちら、それからこちらです。このメモをねインスタに載せたら竹山ミキさんがいいねしてくださってすごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。あとこちら、これもめっちゃ可愛い柄でこんな感じです。すごい可愛くて全部買えてよかったです。それからフレークシールも一つだけ我慢できなくて買いました。こちらです。パンの柄を買ったんですけど、可愛いパンがいっぱい入ってて320円プラス税で結構お値段するんですけど、可愛いし、これなんか透明な感じなんですよね、紙じゃなくて。なのでいいなと思って買いました。はい、というわけで今回は紙物の購入品をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。あとついでにね紹介するんですけれども、この間修学旅行私行けなかったってお話をしたんですけど、修学旅行に行けなかったのに学校に行ったらなんかみんなから修学旅行のお土産っていうことで修学旅行のお土産をもらったので紹介します。こちらのハイチュウですね。めっちゃ美味しそうなハイチュウをもらいました。このハイチュウとあとねこちらのミラーになります。すごい可愛くて先生が選んでくれたみたいなんですけど、みんなから20円を集めてそれで買ってくれたみたいで本当に申し訳ないなって思うんですけど、私にお土産を買ってきてくれて本当に嬉しかったです。本当にね修学旅行中の20円ってすごい貴重なのに本当にみんなありがとうございますって感じです。というわけで一緒に紹介させていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。